はい、今ですね、フランスのね、パリにいます。パリのコンコルド広場というところです。向こうに見える建物ね、どうなるかと思うんですけど、まあ、ここがコンコルド広場です。で、パリの中心部にあってね、パリの主なモニュメントに当たるところに、そして多くの観光客が集うところになります。で、中央にはエジプトから送られたね、高さ23メートルの大砲です。オペリスク型のですね。で、ここはね、もともとこの広場にはね、ルイ15世の騎馬像が置かれていたんですが、フランス革命の際に取り払われて弾頭台が設置されたということでございます。まあ、1973年1月にルイ16世マリー・アントワネットが処刑され、総勢1343人もの命が奪われた場所でございます。そういった歴史があるんです。向こうを見るとエッフェル塔で、その奥ね、奥が凱旋門になります。向こうがエッフェル塔です。